今日の試合結果、3.1 回、被安打8、失点6、どうして？なお今日の復帰戦で年平均から100から200回転数少なかった模様。バレてしまいましたな。どうして？目が怖いからや。スパイダー使わなきゃこんなもん。ボールが曲がらないね。ネバネバしないとこんなもん。シャーザー防御率 4.71、やっちまったな。やっぱり今年パッとしないよな。シャーザーこれは非常に心象悪いな。やってたな。子供が落命してまう。でも子供の命に誓ってやってないから。汗が出なかっただけだから。なんで自分の命に誓ってくれなかったんだろう。どいつもこいつも粘着物質頼りすぎやろ。そんなもんだろ、あいつ崩れる時はあっさりやぞ。神経質キャラ気取ってるけどメンタルの弱さの裏返しやろな。殿堂入り無理？チート野郎が。チェンジアップだけ影響受けてないのがまた。どう言い訳すんのこれ？回転数多い投手は多かれ少なかれ何か使ってるよ。バッターはステロイド、ピッチャーは粘着物質、こんなんでメジャーはすごいって言われてもな。バウアーが正しかった。不当に名誉を傷つけられたショックから来るストレスでパフォーマンスが低下したにゃんな。あの審判だけがクソ真面目に仕事してたにゃな。あいつ以外全員クビやんけ。アルコールとロジンって言い訳してなかったっけ。アルコールとロジンと熱で粘着ますからな。あの審判だけが知ってたんじゃねえの。でもアルコールつけさせた MLB が悪い。 MLB はどう責任取るわけ。使うのが常識になってる可能性がある。チーター終わったの。何もかもデータで分かってしまう生きにくい時代になってしまったな。嘘だよな。